はい、皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日もメゾンド魔王行ってみたいと思います。で、果たしてゆきやみがどんなマンション経営をしていけるのか、楽しみにしてください。今日は今さっき買い物行ってきて、ファンシー小物って置いてあるし、コーナー見てしまいました。チラッとね、こんな風に表示されてたんで、ついつい目が行きましたね。ついでにその時にこれがちょっと気になって仕方ありませんでした。はい、では行きます。はい、続きからね。あれ、なんでセーブデータ2つあんの？あれ、俺2つセーブした覚えないんだけどな。なぜか分かれてるどういうことだろう。まあでも最後にセーブした15時32分でこれが多分間違いないと思うんで、これでいこう。はい、行きます。前回ね、こんな時間にやってたんですね、きっと。さあ、始まりましたね。どんな感じになるんだろう。そう、確かいろいろね入れたんだよね。あ、そうそう、この100人号室の恋人死んじゃい、すみません、死んじゃいましたね、前回一人気になっちゃった。なんだろう、次はこれか。俺はボンゴレなんだろうこれ。世界を救う勇者になる、そう宣言して手始めに村外れの魔物たちを退治することにした。迷惑です。まあ、とりあえずこいつをね、ボンゴレをボッコボコにしてやりましょう。よし、どんな感じで来るんだ。あ、待って、なんか家を探してるんなら、あー、ちょっと待って、ここいない、まずいぞまずいぞ、誰か入れないとやられちゃう。家を探してる、部屋探してる、よし入れ、よし、ナイスだ。これでね、戦力が整った。そしてこのひよこ、紙芝居屋さん、珍しいですね。優しいなんかひよこなんでしょうね、きっと。こいつ入れてみたいんですよね、強そうなんで。どこ行くんだお前、買い物に行く。はい、行ってらっしゃい。とりあえずね、現れないか心配ですけどね、こんなことしてる間に。そろそろ来るんじゃねえの、みんな出かけてるけどやばいぞ、大丈夫か。あ、来やがった。自称勇者が接近中です。どれだ、あ、来た、これか。なんか勇者というより大工に見える。よし、とりあえずね、こいつで骸骨で足止めをしつつ、あれあれ、みんないね、いないの、あれ、出てくれなかった、なんで出てくれなかった。まあ、とりあえずね、取ろうとしたところに対していきなり攻める。危ね危ね危ね、お、いい勝負してるのこれ、もしかして。あ、ダメだな、ちょっとやられそう。あ、まずいかまずいぞこれは。あ、でも大丈夫か、これならいけるか、いける。とりあえずボンゴレ聞けてくれ。よーし、ボンゴレ退治したまた住人が一人消えた。ちょっと俺下手くそなのかな。そしてあの月がすっごい気になるな、なんだあの顔、怪しいやつだ。あ、今ので終わり、あ、もう終わった。ボンゴレ弱、一回で我慢して、やめてくれたね。次なんだろう、遥か東、雨の降りしきる国の商人のキャラバンが、近くを通っていくらしい。誘い込んでお宝ゲットだ。これはね、明らかにこちら側が悪いような気がしますね。あ、でも達成報酬家具って書いてある、家具追加って書いてある。これはやった方がいいな。こいつ入ってくれないかな、部屋。あ、やっぱ入ってくれないんですね、困ったな。なんとかね、いい家にして、ちょっと待ってろ、何が足りないんだこの家に。祭壇とかすごいな、何これ怪しいものがいっぱいあるぞ。あー、運動器具、なんかいろいろあるけど、おしゃれとかなんかいろいろありますね。いや、でもな、やっぱり寝る場所とかしっかりしたり、ちょっとレベルを上げてやれば、もしかしたら今さっきのやつ入ってくれるかもしれないですね。ちょっとこの部屋だけちょっと豪華にしてみますか。ワンランク。ワンランク上のお部屋。やべ、お金使いすぎた。これやばいんじゃねえの？部屋入ってくれるかな？これで入ってくれなかったら俺終わりだよ。買えるのかい？やばいぞ。入ってくれ。頼むぞ。入って。買えるんかい？一体何が不服だ、この家の。何？縄跳び？縄跳びあれば、
ナトビアエヴァ入ってくれるかな。もう9ゴールドしかないぞ、大ピンチだ。とりあえずね、クエストやってないんで多分何も来ないと思うんですよね。あ、入ってくれる？あ、ダメか。とりあえずこいつでいいや。うーん、どうしようかな。とりあえずね、まだ入ってくれそうもないからね、とっても満足ほね。そりゃそうだ。あ、でも家賃すごい取ってもいいんだな。うん、45取ってもいいんだ、すごいね。やっぱりね、いい部屋じゃないとなかなか取れないんですね。やっぱあれだけいろいろ買ったから45取っても平気なんだな。よしよし、家賃収入のおかげでまた増えたぜ。そろそろね、じゃあクエストいきますか。東の国の商人、これでなんとかやってみたいと思います。全員一戦ポッコポコにして家具ゲットします。来い。来る？来る？あれ？来ないな。来るかと思ってスピード上げたり下げたり。さあ来い、さあ来い、そろそろ来るんだろう。あれ来ない。またね、誰もいない時に限って来るんじゃねえの。ちょっとやめて、そういうの。みんないる時に来てくれ。あー、やばい。出払ってる時に来るのかな。あれ来ないね。あ、商人とね、トネリコ？これ明らかにあれを考えて出してるでしょ、あいつを。明らかだろう、これ。よし、みんなプルポッコだ。いけ、いけるぞ。これならね、トルピームを倒せるんだよ。バッチリ倒せるね。よし、いける。よしよしよし、圧勝だよこれ。余裕。やっぱね、たかが商人ですからね。なんかしかもあいつ札束投げてたろ。150しか持ってないのか、あいつは。まあ仕方ないね。よーし、これでいいんじゃねえの。雨乞い地蔵を変えるようになった。何に使うものなのか全くわからない。想像がつかない。よし、今日はね、あともう一個だけなんかしますか。じゃあこれにしますかね。預言者アラドスの誕生。もうどんどんわけのわからないものが増えてきました。内容は、彼はある朝神のお告げを御言葉でいいんかな、見言葉でいいな。お告げじゃないか、これは。違うな。見言葉を聞いた。村外れの魔王を殺せ。彼に先祖された村人たちが退去して押し寄せる。迷惑です。どっちにしろ迷惑の話です。ちょっと待つか。あ、待てよ。みんな回復できてるだろうな。みんな、とりあえずね、それぞれ遊んでますね。縄跳びやら。ん？鼻くそをほじってます。お前、骨のくせに鼻くそなんかできるのか。信じられないやつだな。よし、これで大丈夫かな。あ、子羊たちが接近。なになにこれ。あー、信者トーマス、信者バーンズ、ヘンリー。え、これあのシリーズのキャラクターじゃないの。これ大丈夫なの、この会社本当に。こういう名前使って大丈夫。許可もらったのかな。いいのかな。まあまあ、とりあえずね、そういう名前もありでしょう。面白い。あ、やばい、骨が死にそう。あ、逃げられない。骨帰れない。やばい。骨が帰れないってことはやられる。あー、同時だった。まずいまずい。あー、まずいか？よし、大丈夫だった。ふぅ。ねえ、今回はいろんなシリーズの何かが来ましたね。あ、2戦目あるの？あ、全3戦って書いてある。また、やばいやばいやばい。ちょっと待って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 。お前ら、ちょっと待て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 。やばい、これはまずい。これは勝てないぞ。いや、これ厳しいな。いやー、厳しい。あー、お金取られてく。くそー、ちょっと操作ミスしちゃったしな。ああ、これ無理だな。とてもじゃないが勝てない。くそー。おい、俺の稼いだお金が。なんてことしてやがる、こいつら。くえ。ダグラス、ハリス、マイケル。こいつら後で覚えてろよ。必ず復讐してやる、次回。くそ。信者にやられました。くそ、悔しい。なかなかね、うまくいかないもんですね。こうしてこういうの逃げて帰ってきてましたね。くっ
そう、悔しい。ね、次回必ずこの預言者アダトスぶっ倒してやりたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。あー、くそ悔しい、負けた。